こんにちは。一人で稼ぐシリーズご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、篠木君から4つの稼ぎ方の紹介がありました。これで大体30万円ぐらい稼げるということなんですけども、まあ4つね一度に紹介されて何のことやら分かんなくなっちゃった方もいると思いますんで、ここで篠木君に、ね、次の課題を出そうと思います。この4つの稼ぎ方なんですけども、一つずつね丁寧に説明した動画をこれから撮っていってもらいたいと思うんですよ。できればアカウントを作るところから、もしくはアカウントを作るところからっていうのがね、もうすでに自分のアカウントを作ってるんで、次のアカウントがね作れないよってことでしたら、まあ、簡単にねアカウントを作り方を説明したサイトの URL でもいいと思いますんで、まあ、それをつけていくとか、もしくはアカウントができたと仮定してどのように進めていくかっていう、この途中からでもいいですよね。まあ、そういうふうな動画を作って、例えばね、まあ、ここならっていうサイトだったら、ここならっていうサイトを1から順番にやっていって、収益が少しでもね500円でも埋めるものを一つの動画コンテンツとして完了するという形でございます。そしてそれに対してね質問を受け付けるという形で、連絡先を下の概要説明欄につけていくという形で、このね今回紹介されたいろんなサイトの稼ぎ方を順番に、一つずつ動画を毎日ね1個でいいですから上げていけばどうかなと思います。まあ、その間に起きるチャンネル登録数の変化とか、あと再生数の変化とか、お問い合わせの数とかね、こういったものを椎野君自身の新しい資産にしていけばいいんじゃないかなと思います。本当にね無料動画を公開したところで、やっぱりねどうかな、わかんないな、これはどうすればいいのかなって質問が必ず上がりますんで、その質問の受け皿になるということでね、無料でサポートしてあげるところから順番に自分のファンの距離を強めていったらいいんじゃないかなと思います。本当にねこの繰り返しなんですよ。最初は無料でこんな情報を提供したら、そのまんま見た人はそのまま得してね、そのままどっか行っちゃうんじゃないかと思いますけども、そういう人は大半で、それでいいんですよ。それでいいんですけども、あ、これちょっと難しいな、わかんないな、検索して調べてみようかな、でも検索してもよくわかんないな、これは情報発信者に聞いた方が、そしてもう実践を終わった人に聞くのがいいなと思ったら問い合わせが来るんですよね。そういうふうに心から問い合わせをしてくる人でなければいい関係っていうのはできないんですよ。本当に美味しいとこ取りだけしようっていう人は、逆に自分のところに寄ってきたら害になるんで、そういう人はどっちかというとねシャットアウトしなきゃならないんですよね。本当にこの人に頼ってみようと思われる人を探すために出てもらいたいなと思います。これはねこの動画を見てる他の方にも言えるんですけども、自分の得意分野とか自分の特技とかね、これは秘密なんだよってことを公開しないから信頼されないんですよ。そういうのは、ね、出し惜しみなくどん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 自分の脳みそとか体が空っぽになるまで世の中にどん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 ねお返ししていくんですよ。世の中からいただいた知恵とか経験っていうのは世の中にやっぱり全部お返しするんですよ。その結果またそこからねフィードバックが来るってことなんですよ。フィードバックが来なければまだ出すのが足りないんですよ。まあそういうふうにしていくことの繰り返しだと思います。これがね、インターネットで稼ぐ、情報で稼ぐ、それから、まあ、恩返しというか偏方性の原理を使った稼ぎ方になってくると思いますし、この第一歩がなければもうねビジネスは成り立ちません。やっぱりね無料プレゼントっていうのは、例えば駅前にいてもティッシュとか配ってると思いますけども、そういった第一歩がなければお客様は振り向いてくれないんですよ。いやもっと言ったらね今ね無料でも受け取ってもらうのが難しい時代ですよ。ですんで有料のものを当たり前のように無料で提供していくってことの繰り返しの向こうにしか自分のねキャッシュインカムっていうのは発生しないと、もうこれは覚悟した方がいいと思います。収益が上がらないからとかね、それから採算が取れないからっていうスタートラインでしたら、これはもうどうにもならないんですよ。採算が最初は取れないというね、その覚悟をしなければなりません。そして採算が取れないって言っても別にね入荷するための費用がいるわけじゃないんですよ。仕入れ代金がいるわけじゃないんですよ。情報ってのは自分の知恵と、そしてねちょっと手間をかければいくらでも蓄積できますし、自分の人生を振り返っても人の役に立つようなねそんな経験とか情報っていうのは、ね、あるはずなんですよ。それを自分の中から探していくのにもうねコストはかからないというスタートラインなんですよね。まあ、かかったとしてもそんなにね倒産して破産するほどのコストはかかんないと思うんですよ。工場を建てたりとかね大量在庫を入れたりするわけではないですから、もうたかがといったらあれですけどもね、知恵とか情報ですからね、そういったものは出し惜しみなく本当に世の中に恩返ししてほしいなと思います。それがスタートラインでございます。それではね一つずつ詳細に説明したものをこれシリーズ化してですね、何話になるか分かりませんけども、一つずつやってみたらどうかなと思います。できればね、5分以内にパシッと決めたものが、まとめたものがあるといいなと思いますけど、場合によっては前編後編に分けて説明するものあってもいいんじゃないかなと思います。肝心なのは、お問い合わせ先をつけておくことなんですよ。ここに連絡していただければ、遅くとも24時間以内に返信させていただきますみたいな感じですよね。で、返信するときに、もちろんね、個別返信でもいいんですけども、できれば一般公開返信ですね。質問をいただいたところによって、皆さんにもどんな質問にどう答えたかっていうのね、匿名でいいですからお答えしますっていう動画もたくさん作っていくと、この積み重ねが動画の量産に入っていくということになります。それじゃあね頑張ってみてください。